野塚トンネルや塚トンネルは、北海道広尾町朝城豊にと浦川町、上木根薄を結ぶ、国道236号のトンネル、全長4232メートル。開通以来北海道で一番長い道路トンネルだったが、国道336号のエリモーゴントンネルが2011年2月2日に、開通、道東自動車道の補別トンネルが、同年10月29日に、 開通、2015年3月29日に、道東自動車道のシンクシロカチトンネルが開通したため、北海道で4番目の長さの道路トンネルとなった。かつて、都勝から日高まで行くためには、国道336号を通る必要があった。しかし、エリモ経由のコースは大きく迂回するルートになる上、黄金道路は土砂崩れや波浪により、通行止めになるため、 新たな迂回路を作ることが求められていた。戦前にも迂回路を作ることが検討されていたが、第二次世界大戦が激しくなったこともあり、中止している。その後、小野塚岳の直下に広尾と裏川を結ぶトンネルを作ることになり、1979年に工事を開始した。日高山脈を横断する形で作られたため工事は、困難を極めたが、1990年に貫通し、 1997年9月23日に、騎馬隊による渡り染めが行われ、2日後の9月25日に、国道236号が全線開通した。渡り染めは、騎馬隊によって行われたが、歩道がないので、歩行者や自転車の通行には、注意を要する。なお、このトンネルを通る路線バスは、高速広尾サンタ号のみである。また、裏川側,側の入り口の前に、 緑明京公園があり、隠れ名水として、地元では有名である。トンネルを含む広尾町から浦川町までの区間は、天馬街道と呼ばれる。この故障は、帯広市の公務員の男性が考えたもので、本人によると、日高のサラブレッドとトと十勝の土産子が出会い、共に空高く舞う、というイメージから命名したという。野塚トンネル。ありがとうございます。